皆さんこんにちは、DK です。私は今読谷村のどっか漁港に来てます。なんで来たかというと、まあ見てわかるように漁港の中の海がめちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと寄ってみました。めっちゃ綺麗ですね。うわぁ、これ水色に見えるんですけど、透明すぎて水色に見えるんでしょうね。なんか不気味なぐらい、ほんと透明というか水色ですね。読谷村は以前残波岬に行ったことあるぐらいかな。それももう26歳ぐらいの時なんですけど、ほとんど記憶にないですね。あら、これなんか枝サンゴの残骸が散らばってますね。なんかここジンベエザメのなんか定置網のなんとかかんとかって書いてました。ジンベエザメが見れるんかな。わあ、なんか綺麗だな。ちょっと近づいてみたいと思います。あ、ソラスズメダイ発見。これ網で取れるんやねんやろか。ソラスズメダイです。あ、あっこにもいた。ソラスズメダイ、親ビッチャーとソラスズメダイめっちゃ好きなんですよね。ちっちゃい魚の稚魚がいますね。幼魚というか。青さですかね。食べれるかもしれない。あ、ここにもなんか枝サンゴの残骸がある。あ、下にはですね、スズメダイ、ソラスズメダイがいます。あら、ルリスズメダイだったかな。なんかちょっと似たような魚なんか、似たような種類なのかちょっとわかりません。名前をよく間違えるんですね。こっちはそれしたテトラポッドかな。ああ、傘がこんなになりますよ。風が強くて。うわあ、いいなあ、ここ。でもね、こういうとこ、シュノーケリングとか遊泳したら、船に引かれちゃいます。そして人の迷惑になります。やめましょう、やめましょうというか、お前がするなって感じなんでしょうけどね。ああ、いいですね、この地形が、地形というか地層ですかね。サンゴがこうね、重なり合ってこう隆起したこの地層、隆起したのかどうか分かんないですけどね。これサンゴですよね、元は。沖縄特有のこの地層ですよね。ちょっと漁港をですね、探検してみました。なかなか楽しいですね。あら、なんだこれは。これは、あ、サンゴかと思ったんですけど、なんかその、なんていうんですかね、沖縄のこの岩、地層のこの塊というか、なんと言っていいんですかね。水槽とか熱帯魚の世界では、この、ライブロックっていうのかな。まだなんか貝とか入ってますね。なんかに使うんでしょうね。とにかく沖縄、雨が降って、
なんかいろんなアクティビティができませんね。できませんっていうか、私はだいたいガサガサとシュノーケリングしかしないんですけど、雨が降っているとですね、こう散歩とかもしたいんですけどできませんね。傘差してやっとするような感じです今も。あ、それにしても足が痛い。靴ずれで、マリンシューズで靴ずれ起こしてからずり向けてます。痛い。すっごい土砂降りになってきました。うわぁ、これ何もできんな、これ。うわ、窓開けたら雨がめっちゃ入ってくる。雨がですね、すっごい土砂降りになってきました。この外も歩けないな、これ。びちょびちょになっちゃう。もう13時か。レンタカーを返すのがですね、19時、まあ18時40分くらいまでには営業所に持っていかないといけないんですけど、どうしようかな。こんな日ドライブしても楽しくないっすよね。なんかね、浦添大橋とか、こう浦添大橋だったかな、なんかこう那覇から浦添のこう海側のこうでっかい橋があるんですけど、あんなとことか通ってみたいと思うんですけど、どうしようかな。まあとりあえずこの漁港を出ます。それでは皆さん、また。